皆さんこんにちは。今回はですね、大阪メトロ御堂筋線の心斎橋駅へやってきました。ご覧の車両はですね、北大阪急行という場所の車両なんですけども、こちらは御堂筋線に乗り入れしていまして、車内を見ると阪急のような茶色い木目調が特徴です。阪急の子会社なんですよね。さて今回は長堀鶴見緑線がメインです。心斎橋駅やってきました。通常、大阪メトロ御堂筋線よりも深い位置にある、この長堀鶴見緑地線という場所なんですけども、1990年3月20日に開業しました。2番線に到着の電車は、路線長は 15km ほどの、地下鉄としてはまあ通常ぐらいの長さと言っていいのでしょうか。大阪府大阪市大正区の大正駅から大阪府、門真市の門真南駅を結んでいます。正式には7号線、長堀鶴見緑地線というふうに呼ばれます。起点は大正駅、終点が門真南駅です。全てで17駅あるんですが、この車両実はですね、日本初のリニアモーターカーということになるんですね。まあ、リニアモーターカーというと浮いて走るのかと、そういう話なんですけども、まあ、浮くわけではないんですよね。リニア駆動というだけです。長堀鶴見緑地線では70系という車両が活躍しています。また一部80系という車両もあるんですが、それについては後で触れましょう。簡単にこの長堀鶴見緑線を説明すると、直流 1500V の通常の電車とあまり変わらない、しかし少し変わるのはリニアモーター駆動ということです。1990年に開業したこの長堀鶴見緑地線ですが、当時は日本で初めてのリニアモーター駆動の地下鉄ということになりました。最大で 50mph、最高時速は 70km ということで、この長堀鶴見緑線が作られた目的なんですけども、独特の駅メロディーなんですけども、1990年国際花と緑の博覧会、花博と呼ばれるものが開催されました。その時の会場鶴見緑地へのアクセス路線として、この鶴見緑地線というのは開業したわけです。先ほども言ったように、日本初の鉄輪式リニアモーターミニ地下鉄、ラインカラーは花博会場となった鶴見緑地をイメージした、これ黄緑色なんですけど、正式名称は萌木色という名前だそうです。当時は京橋から鶴見緑地の間が開業されました。その後ですね、延伸して現在の大正から門真南を結ぶ路線となりました。では早速乗っていきましょう。乗車した列車は7113という、ね、車両で、近畿車両が製作したものになります。2011年に製造されたものらしいです。この列車は門真南行きですというふうに書かれております。今回は森の宮まで乗りました。列車は門真南行きです。まもなく長堀橋、長堀橋です。堺筋線はお乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。肛門外科、肛門外科にあんまり用はないので先に話しますね。当時はですね、この長堀鶴見緑地線、専門家に反対され、大阪交通局の局長はですね、リニアモーター外して回転式モーターをつけて最悪走らせるからすまないが、開業するぞというような感じで開業したそうです。すごいですよね。まあ、このリニアモーターカーは成功を収めまして、その後リニアモーター地下鉄として都営大江戸線、神戸市営地下鉄、海岸線、福岡市営地下鉄、七隈線、横浜市営地下鉄、グリーンライン、仙台市営地下鉄、東西線なんかに採用されたそうです。さてこう走っていく中でわかるんですけど、よく見たらですね、通常の列車は左側に運転席があって、だいたい撮るときは右側から撮るんですけど、今回は右側に運転席があって左側にこの窓があるという配置になっております。これは80系という後の今里筋線にも受け継がれた車両の方式なんですけども、前駅が島式ホームと呼ばれ、進行方向右側の扉が開くということになります。そのため運転席は右側に置くことによって、ワンマン運転の際、ホーム上確認、ホームドア開閉などを、円滑に行うことができるよう設計された車両ということになっています。
よく見てみると通常の地下鉄より少し小さめのトンネルに掘られているということがわかります。そして注目していただきたいのはこの真ん中にある板状のもの、この板状のものが、電磁石というものを使ってですね、こう列車が走る走行源動力になっているということです。そして全駅に本柵というのが設置されているんですね。松屋町に到着です。そして長堀鶴見緑線は全ての駅にそれぞれの愛称というかテーマ、デザインテーマというものがありまして、最初に行った心斎橋は夕日と心斎橋、長堀橋ですと石浜と浜倉、よくわかりますよね。で今いる、松屋町というのは人形とおもちゃというのがテーマになっているそうです。さてこのように走ってるとわかるというか、ホームがですね少し長めにあるなーっていうのがわかると思うんですけど、実は長堀鶴見緑線は現在4両で運転されていますが、将来的に8両に設計されていたということで、8両編成ではないものの6両対応編成のホームが存在していたりもします。松屋町から谷町6丁目までの区間は長堀鶴見緑線で一番短い区間で約 0.4km、400m しかないそうです。ウサインボルトでも勝てますね。ワンマン運転は1996年から行われたらしいんですが、この谷町6丁目は大阪メトロの谷町線との乗り換え駅になっております。車両を見てみるとやっぱり少し小さくするためにトンネルに合わせて上と下裾が絞られているというのがわかります。最高時速は 70km 差を出そうですが、地下鉄としては十分な速度ですよね。車内信号閉塞式というもので、運転手はほぼ作業しなくていいような、そういうような車両になっています。現在乗っているのは長堀鶴見緑線7113号、70系と呼ばれる車両なんですが、実はですね70系の他に80系という車両がこの長堀鶴見緑線活躍しておりまして、80系ってなんだよ、これはですね後に開業した今里筋線の車両になるんですけども、今里筋線の車両80系でダイヤ改正が行われた際に1両4畳分ができたんですね。その際に長堀鶴見緑地線の車両に転用しようということで改造して鶴見緑線で走らすということをしたそうです。ドアが閉まります。この70系車両は基本的に日本車両、近畿車両、川崎重工業、アルナ工機が作っておりまして、現在25編成100両が活躍しております。また70系はほぼ全ての列車が、車体更新というものを受けているんですけども、1編成だけ更新車というのがなく未更新の車両があります。未更新の状態は GTO と呼ばれる VVF インバーターの制御機器になるんですが、新しい更新車というのは IGBT-VVVF インバーターになります。さて次は森の宮です。もうこのタンクカーを乗るだけで長堀鶴見緑地線の特徴というのは大体わかると思うので、御堂筋線から中央線に乗り換える際にちょっと乗ってみるのもありじゃないかなと思っております。大阪メトロや地下鉄などはこのように警笛を多く鳴らすことがありまして、やっぱいいなと思う部分もあるんですが、今回はこの身長が高いと頭が擦れるような狭い狭い車両に乗って森の宮までやってきました。森の宮はですね大阪城と公園というテーマが設定されているらしいんですが、 JR と中央線との乗り換えが可能です。ここまで連れてきてくれたのは70系の電車パンタグラフがめちゃくちゃ短いな、本当にちっちゃいミニチュアのような電車になっております。これが4両編成、大阪メトロの中で一番短い車両、電車ということになります。このまま門真南まで行きまして大阪府門真市の方向まで行きます。通常は全部通し運転を行っている長堀鶴見緑線ですが、
大正駅の近くにですね、京セラドームというのがありまして、その京セラドームでイベントなんかが開催される場合は、臨時列車として心斎橋と大正の間を走る列車ができることもあるそうです。大阪府を東西に走りまして、門真までは少し北の方に行く、そのような大阪メトロの長堀鶴見緑地線。実はですね、大阪メトロである南港ポートタウン線以外の全ての路線と乗り換えることができる路線になっています。小さいながらなかなか活躍してくれる車両でもあり、混雑率は 160% など、そこそこ人が乗るような路線でもあります。